SMBC アビエーションキャピタルは、三井住友銀行グループの航空機リースを行っている企業。以前は、ロイヤルバンクオブ、スコットランドグループの RBS アビエーションキャピタル。アイルランドのダブリンを拠点に、東京、ニューヨーク、マイアミ、アムステルダム、トゥールーズ、シンガポール、北京、上海、香港に支部を有する。2007年から始まった世界金融危機の最中、 RBS グループ参加の RBS アビエーションキャピタルは発注済みの25機のボーイング787をキャンセルした。その後、2010年7月のファンボローを国際航空省において76億ドルで52機のエアバス A320 と43機のボーイング737から800を注文した。RBS グループ再編に際し、非中核事業と位置づけられ、 売却する計画が立てられたが2010年4月に、この計画は凍結された。同年、数人の重要なマネージャーたちは、RBS アビエーションキャピタルを離れ、同じ航空機リース企業のアボロに移籍した。2012年1月17日、RBS は、RBS アビエーションキャピタルを、三井住友銀行、三井住友ファイナンスリース。 住友商事の3社が形成するコンソーシアムに73億ドルで売却することで合意し、2012年第3、四半期までに売却を完了する予定であると発表した。売却は2012年6月1日に完了し、SMBC アビエーションキャピタルへ名称を変更した。2012年10月15日、 以前から三井住友ファイナンスリースと住友商事が行っていた航空機事業会社3社を SMBC アビエーションキャピタルに統合する計画であると発表した。2012年に SMBC グループの一員となった後、SMBC アビエーションキャピタルは2013年11月29日、全日空と同社が保有している。 A320 から200の3機をリースする契約を結んだと発表した。2019年現在の保有機材は以下の通りである。他20機、総計731機。ありがとうございます。